なったんだよね。そうです。あとメールだけ。そうなんです。今日はなんか早く寝れそうこんなに全てが終わってることはない。イエーイ、今日こそは寝る。でも早起きです。健康的な、健康的になるかも。今日いい感じの二重だけど何もなかった撮影機とか特に何もなかった。生誕祭見えるのは明日まで。あ、そっか、もう早いねだから今日はメイク休み、メイク休みの日。ね、そう、なんかあのね、ソログラビアの時、BLT さんの時はうまくいかなかったのそういう時うまくいかんよね。こういう何もない日にね、ちょっとね、顔はね、目とか調子いい時ある。まあ普通に最近休めてるからっていうのあるけど、え、強めだよね。でも今日メイク、アイラインとかしてないんだよ。光の可能性もあるかも。日陰ついてる。どっかね。楽しみだね。でももうちょっと先なのかな。ありがとう。月末。バブミ強い。今日。暖房もつけてるから寒かったら顔色が悪くなるかもしれない。メイク道具忘れません。ちゃんと持ってきてるよ。ふふ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 。今日どんな一日でしたか。オムライス美味しかった。ケチャップ系か、ハヤシ、なんビーフか、ビーフシチュー系か迷ったんですけど、
めっちゃ迷ってからビーフシチューにしたよね。そうなんや。ハッシュドビーフって高級なやつ？それはビーフストロガノフか。ビーフストロガノフ得意料理って言いたいランキング1位じゃない。私がそのビーフストロガノフ見たことないし、どんなものか分かんないけど1位2位は何だろう。意外と炊き込みご飯とか。炊き込みご飯作れたらもう全部作れそう。得意料理は炊き込みご飯です。肉じゃが、やっぱ肉じゃが人気なんですね。筑前煮作れたらもう何でも作れるね。やっぱりビーフストロガノフが1位かな。本当は豚キムです。私の本当の得意料理は豚キムとキーマカレーです。これは得意と言えるますね。美味しいもんカノンドロフ嫌いとか言っちゃいかんけど、怖いもん。ガノンドロフっていうねって名前だっけ。なんかボスがおるん。なんかマリオって言ったらクッパみたいな。ガノンドロフっていうボスがおって、なんか私今ゼルダの伝説っていうのしてて、リンクので、始まりの土地なんですよ。未だ結構続けてるけど、始まりの土地に今いて、まだ動けないんですけど、もうね慣れない。なんかなんだっけ、ゴキブリンだっけゴキブリンかなんかがおるんよ絶対に、あちらこちらに。ゴキブリンがおってめっちゃ怖い。なんかなんか私が近づいたら、うん？ってハテナになるよ。ここら辺でハテナ出てきて、うん？ってなって、なんかで、なんか匂い出してってなる。怖っ。しかも弓矢持ってくるし、弓矢で私を見つけたら、私の姿を発見したらびっくりマークに変わって、ブーブーブーってなったら、そしたらいっぱい出てきて、呼んできてから、やめろーってなって、私は走って逃げる。でも私のが走る速度の5倍ぐらいの速さでゴキブリンが3匹くらい襲ってくるんよ。ですよ。でもこれは逃げれんってなって、そしたら焦り出して、私は毎回その持ってる剣を全然意味わかんないところに投げたりとか、とかなんか攻撃すればいいのに、そう、まず武器を捨てるんよ私は。毎回武器を捨てる、でとりあえず逃げる、でなんだっけ
あとはなんだっけな、何ボタンを押すんだっけ、なんかとりあえずなんか爆弾なんだろう、なんか技があってそれをなんか投げたいのに置いたりとかしてコロ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 って飛んでって、あーみたいな、その瞬間に拾ってる途中に攻撃されてうっみたいな、もう本当にもう本当に嫌だ。息できない私は。私は息できない。あ、ボコブリン、あ、それかもしれん。ボコブリンかもしれん。ちょっとゴキブリンじゃん。間違えました。ボコブリン。とりあえずそっからやね。ボコブリン。でも私は最近それで嫌すぎて、とりあえず遠くから弓矢で狙ってる。私は弓矢で狙ってるわ。その初期のその モンスターみたいなのでもうこんな感じなのに、始まりの土地から奥の方に見えるそのガノンドロフみたいな、なんか姫が囚われてそうなお城に周りにずっと迂回してるなんか黒い魂みたいなのがおって、それがガノンドロフらしい。もう私は無理、もう怖い、もうそこまで行けるあの勇気があるかわからん。もうすでにどうしよう。得意だったはずがな、得意だったはずなのにな、ゼルダの伝説。もしかしたらあれかもしれん、なんかゼルダの伝説ってそのリアル系のやつとなんかもうちょっと可愛い系のやつがあるんよ。ティーンリンクみたいな、子供みたいなやつ、そっちの方の方が怖くない？どうしよう。あ、トゥーンリンクだ。子供のやつの方が、でも子供のやつないよね。確かにカービィの方にした方が良かったかな。夢を見る島、え、何それ。ポケモンをしてるよ。ポケモンゼルダした後にポケモンしたら平和すぎてびっくりする。とりあえずポケモンが可愛いからね。うん、ボコブリン可愛くない、怖い。こんな怖い怖い言っとるけど、とりあえずやるけど。とりあえずポケモンは癒されるね。そう、ゲームの話。そうだよ、ゲームの話あんまりしないからね。挫折したぜい、うわあ、私もしそう、挫折しそう。ボコブリン、しかもなんか岩にキノコが生えてる岩があって、なんかそれに近づいたら急にそれ岩たちが集まってから、なんかロックマンみたいな。ロックマン登場して怖すぎたもん。えって待って、これどうやって倒すんじゃん。そうだよ、ロックマン登場したもん。あ、岩ロックね。
全部間違えてる。イワロックでした名前。やばい。とにかくそう。まあどうせするけどね、そんなこと言って。どっちかそのなんかガチ系のこのリアル系のやつはなんかよくお兄ちゃんがやってたのを隣で見て、クワークワーとか言う係やったんや私は。なんかお兄ちゃんがそういうの怖くない人やけんさ。あ、お兄やん、お兄やんは。バイオハザードとかね、私はもうバイオハザードはもう絶対に無理。うん、怖い。え、嘘、真似してた。え、リンがなんかいろんなところで私登場する。え、クラコン、そうです。こう見るのも怖い。モンハンも怖い。まあ恐竜やけど、また恐竜の方がいいかもしれん。ゾンビ、ゾンビ一番怖い。ゾンビが一番怖い。あ、福岡県悪いよ。福岡県はあの真似は悪いよ。よく2期生にされる。私の自己紹介の真似でしょ。よく2期生にされる。悪いよ。あれは毎回するからね。毎回しないとね。わかりやすい。わかりやすいけど。え、そうですよ。なんか昨日私ももちゃんのね、ももちゃんのその魚ちゃん見たんよ。あの荷造りしてる時に。あ、ももちゃんの更新されてると思って見たら、なんかまたサーヤンの話になってて、サーヤンは楽しそうなのに、私はなんでこんなに過酷なのみたいなこと言ってて、ももちゃんってももちゃんってなってた。いやでも続き気になりますよ。そう、なんだろう、そう、なんかそのさかなちゃんの今回の ももちゃんの回のやつはなんだろう、なんかももちゃんの本当にいい素が出ててすごい見ててね、なんかね面白かった。おーって、うん、いい素が出てたよ。そう、ももちゃん、アイドルももちゃんがね、やっぱりね、すごいね、前にね、出てくるんですけどね、 YouTube のその魚ちゃんでは、そう素が出てて、ね、あれ、3時間ぐらいしたの。サヤン楽しそうなのに、サヤンが写ってる動物は可愛いのに、私が持ってる生物と違うみたいな私が今持ってる生物と違うって叫んでて、なんか面白すぎてもう笑った。もう叫んでるの。やっぱ早朝雨3時間釣りだからね、もう多分ももちゃんの中の何かが壊れたんや。そう、しかもなんかね、一人やったよね、誰か食うとかじゃなくて、
面白かったね。面白かった。続きが早く見たいわ。確かに日々触れるんかな。確かに、どうやろ。確かに、ね、触れる子かな。動物を触れないと動物のさやごろうには呼べないよ。触らないとどんな生物でもどんな動物でも。触れる日々を首に巻ける。いや、そんなことないんですけどね。動物好きの人集まれって感じです。猫絵画と呼んでほしいよね。ねえ、猫絵やったら呼んでほしい。それはね、もうね、遊びよ。猫カフェよ、そりゃ。それは私とプライベートで猫カフェに行きましょう。いやー、楽しみだな。次まだ行ってないんだよね。え、そうなんだ。ね、でもそう、さやごろうの企画に来た方み全員ね、癒されて帰るからね。確かにすごいいい企画だと思う。後々どうなるか分かんないけどね。後々変わっていくかもしれないからね。そうそうそう、そうだよ。だんだんと、なんか高尾さん過酷なことしましょうってなるかもしれない。私動物に関して過酷はね、一切ない。ただちょっと動物じゃなくなってくると話は変わってくる。全然動物に関しては何でも OK。ただしよ、ただし動物からどんどん離れてね。どんどん、これはね、ゴロなのかってなってきたらやばい。そう、え、虫も動物なの？虫は動物なの？だって生き物ではあるけど動物ではないでしょ。そこよ、私の見解。これはゴロなのかって、これはゴロだってさ、虫見てさ動物って言う？あ、動物があって、動物園、あの、その虫さんを見に動物園にも行かないし、動物を見に動物園行くじゃん。そこの見解の違いよ。そう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 、大きな枠組みにはしないで。それを大きな枠組みに、まけん、動物園の中の虫さんのコーナーでしょ。動物と一緒に檻の中にはいないでしょ。いや、もしかしたら野生の野生はおると思うけど、
こは変わってくるよ。違う、私虫さんはねもう小さい頃にねいろいろあったんよ。私は意図せずとも、うん、トラウマがいろいろありすぎて、もう何個か話したことあるけどね、いろいろあったの。そう、大丈夫やったよ、もともと昆虫も、昆虫っていうか虫ね、大丈夫だったんだけどね。そう、悲しい話になってくるけど、うん、嫌いだけじゃないですよ、怖い怖い。そう、確かに子供のちっちゃい頃は結構平気だったりするもんね。小さい頃はやっぱりそう平気だったんですよね。違う、バッタがね、バッタさんがね多分ね一番最初だった気がする。そう、バッタさん、そうです、足を持っちゃって、わーバッターってなってたらピョンって抜けて、そう足だけになっちゃって、えってなって、それで周りでお兄やんとか弟やんがどこだどこだってなってたら、ピョーンって私のこの顔の真ん中に飛んできて、キャーってなって、手品じゃないです、いや、そう、この鼻の多分ここにピョーンって飛んできて、ピャーってなった。そう、すごいびっくりした。そう、トラウマ。そうそう。分からん。バッタいっぱいおったっけんね。草むらで。ね、うん、あとは覚えてない、その時の記憶がもうない、うん、もうその前後の記憶がない。なんか別にね嫌いとかじゃないよ、ただよ、そう、そういうのがあったらね、うん、そう、トラウマになるね、ちょっと。また顔に来る、そう、また顔に飛んでくるって。そう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 、あとそう、虫さんもにも私好かれるんよ、結構動物にも好かれるけど虫にも好かれるから、飛んでくるってなったら絶対私の方に飛んでくる。なんでこっち来るってピョーンって
飛んでくるとしたらもう私の頭の上めがけて飛んでくる。なんか一回なんか天井にモケモケの虫がいたね。いつの間にか絶対に、あ、これ来るかな、やっぱ来るかな、来るかな、え、来る、来いよねと思ってたら、ちょっとずつちょっとずつ近づいてきて、私の方の天井の方に、家の方に、で、うわ、え、これもしかしてさ、え、来る、え、来るってなって、そしたら急になんかこう、なんか振動しだして震え出して、そう、あとゲジゲジみたいな、急に震え出したよえってなって、え、震え、え、震え、え、震えるの、えってなってたら、その瞬間一回止まってピョンって押してきたの。何なのみたいな、そう、これは何なの、だって天井におるとしたらもう天井にずっとおるとか、例えば天井におる、なんかくっついとるものと思っとったら、いつの間にか私の上に来て震え出してポトってなるって思う。急に耐えれなくなったんかな、その重力に急に耐えれなくなった、耐えれずに震え出した。あ、そうなんかな、さすがにじゃあ虫さんもそういう重力に耐えれんのがあるんやね、やっぱり体力の限界人間みたいね、にそこは人間と同じ筋力みたいなものがあるんかな。人間もね、だんだん震えてくるからね、そこは通ずるものがある。絶対来るよ、うん、とか、そう、あの有名なあれね、 G もね、G もなんか出現したことあって、なんか G はなんかその危険を察知した瞬間に飛ぶんよね。飛んで、あ、自分は飛べるんだって気づくって言いますよね。それを私は目の当たり目にしたんですよ。壁にいて、奥の方の、うわー、ここでも私は安全なとこにいて、ここなら大丈夫だろうと思って自分のね部屋におったんよ。でも見とかな、どこに行ったかわからんのが一番怖いからさ、見よったんよ。そしたら急にひょーって私の方に飛んできたの。キャーなんでこの360度ある中でなぜ私の部屋の方を選んでめがけて、しかも危険を感じた瞬間のその間際に私のとこを選んだのねっていうね。もっとあったはずよ、もっとあったはず、だって360度あるんだからって。そう、やっぱなんかあるんかな、私にそういうあれは。いつも飛んでくるの、
く。勝てると思われてる？勝てると思われてる私。あ、虫にもそういうのあるの？本能があるのかな、虫にもそういう。え、虫にもそういうのある？まあありそうだけど。マジか、分かってるのか。間違いない、私がもう多分人類の中で弱いと思うから。そりゃそうだ、合ってるよ。そりゃ合ってるよ。それは認める。話が止まらない。話が止まらん。メール送る。思い出はいっぱいあるけどね。そういうね、そういうわけなんですよ。でも今日もなんか、今日タクシー乗ったんですよ。そしたらなんかタクシーの運転手さんが怒ってて、なんか怒られた。なんだやっぱ私怒りたくなるんかな。私は怒りたくなるのかしら。なんかキャリーケースを後ろの方に乗せたんですよ。
乗せて、で乗ったらなんかその時点でなんかもうちょっとなんか「いいですか？」みたいな感じで「えっ？」ってなってたけど、その後ちょっと時間経ってからなんか後ろの方、私の方をチラッて見てきて、え、何ってなったら、そのトランク乗せなくても横に置いとけばいいのにみたいなって言われて、急に言われて、え？ってなって、もう私はもう絶句だった。はいって言ったはい、だけどその瞬間私、え、ダメだったのかなっていう気持ちと、え、どっちでもいいわけじゃないのかっていう、そう、疑問と、そう、いろいろ出てきて、うんうん、え、はいしか言えなかったそう、はい、でもトランクに、でも勝手に私は確かに入れたい、多分トランクにお願いしますって言ったら、こう運転手さんがバサバサ出てきて後ろに行ってなんとかするのが多分ちょっと面倒とか多分あるやん。でもそれも特になかったのに、なんかダメでしたね。イエスです。そうよ、だけん多分後ろ見て、あ、多分この人には言えるってなって言ったんやと思う。そう、絶対そうだ。え、でもね、キャリーケースめっちゃゴロ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 してたんですけどね。そうそうそう。え、でもキャリーケース、あの横に入れるってなったらさすがに狭いよさすがに狭かったからさ、ダメだったのかな。今度からじゃあ、まあ狭くても、自分が狭くてもそっちに入れるべきなのか。それかもう、あの面倒やろうとか考えずに後ろお願いしますって、うん言った方がいいかですよね。そこまで考えずに。すごい気持ちが下げになった。
気をつけよう。そう笑いが止まってないって言うんですけど、まあ、よかったよ、まあ、笑ってる人もいてよかったよ私は下げよ、もうそんなこと起きてなかなか起きなくない。でもうん、待ってコンビニで唐揚げ注文したら怖えるし、トランクに入れたら怖えるし、そう自転車屋さんでも空気入れたらなんか空気入れてくださいって言ったらなんか怖えるし、うん、どこ言っても伝説の自転車屋さんも、もうあれから一回も行ってない、怖くて行けてない、うん、どこ私を怒ってくれないとこはどこ、私が怒ってくれないとこに行きたいです。ここしかないのここしかないの、うん、私の居心地のいい場所はここしかない。普通に歩いてても怒られるし、もっと早く歩けって言われる、バスに乗ってても怒られるし、ここしかないんですね、うん、どこ行ってもまあ、そういう社会の厳しさを知ってからね、このあの人の優しさを感じられますからね、それもタイミングで、そのタイミングで多分学ばせてもらってます。なんでだろうね、怒りやすいのか、強くならなきゃ、強くならなきゃね、え、なれんで今からうん、口答えとかできないもん、お祓いとく、確かにお祓い効果、人と人との人間関係ですからね。え、でもそこで私がはいしか言わなかったのも、でも逆に強くない、でも逆にね強かったと思う。大人の対応大人の対応よ、はいはいカタカナのはがちっちゃいやつ。
かったです。でもここで浄化できました。特にそれを言うあれもなかったからね。こんなことがあってさって言うあれもないから、浄化した。今んとこ今日はこれのみですね。いや全然全然笑ってくれて嬉しかった 笑ってくれて嬉しかった。全然大丈夫よ、笑ってください。本当にいっぱい、それで浄化されるわ。浄化されたわ。ちょっと笑いづらい。そう、悲しい悲しいエピソード。カナエビ、略してカナエビ。サゲエビ。下げ上げ、上げ、そう、なんかね、そう、なんかのトークのネタになるかもしれん。この中で何か怒られたこと、世界の中で厳しさを知った方はいますか？って私何個でも言える。その時に何個でも言えるわ。ミラクルタカオ、確かにちょっと公園ちょっとシーンってなる。さすがにシーンってなるかも。私がどれだけ笑顔で言っても、へっそんなことか、さらにそんなことが起きた。メール来た。確かに回収できんね。回収できん。うん、そうだね。私のファンの方だけが笑ってくれる。生誕祭だったらじゃあいいかも。生誕祭で話す内容でもないね。うん。まあいろいろありますよ、人生なんで。いろいろあるよね。水平の逆、笑顔のチャンスいけるかな。悲しいエピソード言った後に、それでは聞いてください、笑顔のチャンス。確かにちょっと感情移入するかもしれんが、逆にちょっと
感情移入するか。次の曲が笑顔のチャンスやったらいけるかもしれない。違う曲やったらちょっといきにくいかもしれない。曲によって変わるね。確かに悲しみとはきっかけだから、これも何かのきっかけか。確かにきっかけかもしれん。ひゃ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 。うわー、ゲムシー、ゲムシー、なんでゲムシーなんだろう。なんか深い意味があるのかな。そう、前髪切りたい、明日切ってもらいたい。言ってくれる方いないかな。うんうん。斬新ってだけだと思うって。本当になんかね、移動中ね、寝ながらね、なんか前髪がどんどんなんかかゆってなって、なんか急にかゆって。そう、うん、確かに。あ、なんか千代さんのファーストテイク100万回再生いったんだよね。パチ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 、やった、すごい。最近気になってる、嬉しい。そうだね、眉毛の上ぐらいがいいかな。本当は。さやごろうは1万回再生です。キャー。キャー。え、そうなんですか。
サヤゴロね、やったね。次も楽しみ。あれちんに、どこかな。私も楽しみだ。次はどこに行けるのか。サファリパーク。次いつだろうな、行けるとしたら。行ってってって、春には行けるかな。よいしょ。やばい、足がつりそう。いててて、うん、息ここ。これはリンゴジュースです。いやー、やっぱりナゲット食べたい。でも我慢。こいつ長いのがある。
ことや知らない色。もう夜なんだ。もう夜なんだね。気づいたら夜。でもね、でもね、6時でもね、結構ね、暗い。まだ冬なんだよ。6時になって暗かったからまた冬なんやと思った。ね。いやだいぶだいぶ寒いからね。でも広島の方が寒い。やっぱり東京来て寒かったけど、やっぱ広島の方が寒い。いや、まだ冬と思ってるよ。まだ冬と思ってるけど、再確認した。かっこいいねして強そう。明日
人もこの目がいいな。まあ多分変わる。私イントロね、うまいと思う。私うまいわ。いきますね。じゃあ違う曲で。ディレ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 ディいいわ。トゥ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 これは誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。すごい題名よね。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。自分の方から絶対告白なんかしないよって。じゃあ次は。行きますよ。行きますよ。テレレンテ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 ン。正解は非全力でした。じゃあいきます。次は次いきます。テンテテン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 。私うまいよね。そうです。花は誰のものです。私うまいね。じゃあちょっと難題。難題ちょっと短いですよ。いきます。
短め。お、じゃあもう一回いきますよ。てん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 。そうです。瀬戸内の声でした。じゃあガチ難題にしましょうか。じゃあガチ難題いきます。いきますね。あ、じゃあガチ難題いきます。じゃじゃーん。結構イントロの途中までしか言ってないからね。途中からでも言いますね。じゃあもう一回途中からも言いますね。途中までしか言ってなかったからね。いきます。じゃあじゃあじゃじゃーん。もうやだな、もう一回一回ちょっと。じゃじゃーん。ドゥン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 。ドゥン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 。よし、どうですか。これ分かった人いるかな。でもこれ答え言いたくない。これさ、飛ばしていい。答え言いたくない。うん、ほや。ああ。これもう飛ばすわ。じゃあ飛ばすわ。いや、もうダメだ、もうダメや、もうダメや。じゃあ次は、次は、いきますよ。いきます。ディー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 。これは簡単か？これは簡単か？ヒゲ総理ではございません。ヒゲ総理ではございません。会話仮病中です。そう、これはまさに出社してる時に聴いてほしい曲です。ディッティリッティーディッティリッティーディッティッティッティーディッティッティーディッティッティッティーディッティッティッティーディッテ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 ィッ
できなくなったって謝られたって気分上がりそうだよね。いい感じ。じゃあガチのガチ問題ですよね。ガチ問題。え？ガチ問題いっちゃう？いや、いきますよ。これは結構むずいよ。私も言うのがむずいから。チェンチェンチェン、あ、無理だ、言えないかも。チェン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 。ここから続きあるけど、これ言ったら分かりそうって感じ。言っちゃう？続きも言っちゃう？続きも言っちゃう？もう一回行くよ。チャンチャランチャラン、ディンディレンディレン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 チャンチャンじゃん。ドゥルルンドゥンドゥルルンドゥ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 ン。これもう言っちゃったよ。もう私はちょっと答え見言っちゃったよ。ドゥルドゥンドゥンドゥルドゥン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 ドゥルドゥン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 。正解は僕が僕が僕じゃなくなるです。僕僕です。僕僕むずくない？チュン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 。むずい。あれ、これはむずかったね。これはいい問題だね。ガチ難題。じゃあこれは。テンテンテンテレレンテレレンテンテテテン。テン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 テテン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 テテン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 テテン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 。正解は大好きな人です。じゃあ最後の問題にしよう。最後はむずいのと簡単どっちがいいですか？これを正解したら1億ポイントですよ。最後の最後、1億ポイント差し上げます。
じゃあめっちゃむずいの。待って、めっちゃむずいの。でも結構もう問題出してきたよね。結構問題出してきてる。何がいいかな。だって迷っちゃう迷っちゃう迷って問題出す前にさ曲名言わんでよもうどんどんなくなっ私が言える曲なくなっちゃうどんどんなくなやばいどんどんなくなっちゃうどうしようどうしよう先に出さなきゃやばいやばいやばい。やばいよ。やばいよ。やっぱもう分かるやつばっかだもん。結構。結構分かるやつばっかだよ。新曲はもうね言えませんよ。まだまだ言えません。わかんないけどね。やばい。カンニングカンニング。カンニング高尾。結構調べても結構そう結構歌い尽くしてたりとかなので、じゃあさっき考えついたやつにしますね。結構むずいですよ。いきます。
レンジ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。もう書きます。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って。もう一回書きます。てんてれんてれん。ちょっと待ってくださいね。もう一回いきます。てんてれんてれん。ちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って。てんてれんてんてれんてれんてんてれんてれん。ちょっと待って。え、待って。てんてれんてれんてれんてんてれんてれん。てどうですか、どうですか。もう自分一番むずい、自分も一番むずい、激むず、激むずですね。ちょっと待って。もう忘れてきちゃった。ちょっと待ってね。てんてれんてれん、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 てれん。やばい、むずい、むずい。これはむずいぞ。これむずい。最後のやつが一番注目。最後の。一番大事。うん、これを一番考えて。もう一回、もう一回いきます。ちょっと、トゥン、トゥンやめるわ。ちょっと待って。チャンです、チャン。チャンチャランチャラン、チャンチャランチャラン、チャンチャランチャラン、チャンチャランチャラン。どうですか。いやどう。待って、じゃあちゃんやめるわ。待って、ちょっと待って、一回考える。あ、ドゥンかも。ちょっとドゥンですね、すいません。あ、ドゥンだ。ドゥンドゥンドゥンドゥルンドゥルンドゥンドゥルンドゥルン、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 ドゥーン。これ分かったんじゃない？これ分かったんじゃない？ドゥンドゥルンドゥルン。シャンかな、シャンかも、シャン、シャンじゃない、あ、テンテレレレレレテレテレテンテレレレレレレテンテレ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 ンドゥンドゥン。なんて、ちょっと待って、やばい、忘れてきた、忘れてきた、ちょっと
忘れてきてしまった。デンデレンデレンデレンデンデレ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 ンデンデレンデレンデンデレンデレンデンです。皆さんも決まりましたか？じゃあ大ヒント言いますよ。大ヒント、大ヒント言ってもいいですか？いきますよ、もう一回いきますよ。あ、てんてれれれてんてれれれれんて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 れれれんてれんてれんてれれれれれんてれんてれんて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 んですよ。デンデレンデンデレンデレンデンデレンデレンチャランチャランとデンデレンデレンデンデレンデレンと。いろいろ混じってるわ。チラチラトゥルルルトゥルトゥルトゥルルルトゥルトゥル。トゥルルルルルトゥルトゥルトゥルルルルルルトゥル。トゥルトゥーン。ここが一番の大ヒント。いや、こりゃむずい、こりゃむずい。もう答えも言ってもいいですか？正解はでーん、独り言で語るくらいならでした。いつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり。そうでした。いや、私はもう何を、そうイントロね、いろんな曲があってからね、そうバリムズい。テレ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 
でんでれんでん。でも最後のトゥンは自信あり。トゥン、いつもとは違う。イメージからはチッ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 ユペダルはチッ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 ドゥン。一体誰のためにだからドゥンがある。セイクの重さはチッ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 やっ。チッ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 やっ。あった。てん。うまい。やったー。ひまわりしますか。じゃあひまわりいきます。でで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 でドゥクドゥンドゥクドゥン。夕日ティー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 でで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 うんつつつつつつつでででんでんでんでん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 。一杯の水、一杯の水はてててん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 てててててんてんてんてて、ドゥンドゥンドゥドゥン。パーパー。トゥルルン、ドゥンドゥンドゥン、トゥルルン、ドゥン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 。ツッツッツッ。ツッツッツッ。バイ。クセ強い。クセ強。ユウオ。テン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 。テレレレレレレテレレレレレレテレレレレレテテ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 レレレレレテレレレレレレテテ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 ンテンテテンテンテテンテンテテン。わかる。わかりやすい。これはね、簡単ね。レダン。トゥ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 ルルルルルルトゥ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 ルルルルルル。ほんと、いつの間にかリクエストになってきた。ワンワンダイモード。
ティレティレレえなんでなんでかなティレトゥンド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 ゥンてん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 テレレン。チャン。テグデン、テグデン、ドゥーン、テテテテテ、チャン。テグデン、テグデン。ドゥーン、チャン。いやうまいね私うまい。もうクイズ関係なくなった。うまいでしょ。もうそろそろ終わろう配信。あげ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 。面白かった。やったね。チャ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 ンチャンチャンチャ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 ン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 からバリーさん、F 渋谷さん、マイセンさん、ボンちゃん、ロックオンさん、バッキーさん、クミトラさん、フジポンさん、カホマサウサギさん、イバちゃん、コッペさん、サトルンさん、ソウルメイトさん、タテサマー、
ゼータンさん、タンタンさん、ミッドナイトシュガーさん、ナオナオさん、マサキさん、犬ちゃん、コロスケさん、ハヤリンゴさん、ケンタロウちゃん、MTK さん、モテキさん、ミツルンさん、ラクラクさん、みっちゃん、メガバイトさん、立花ハヤトさん、セイヤンさん、花丸クリエンマさん、ハンちゃん、ありがとう。バイバーイ。ありがとう。うん。明日は大事なことがあります。じゃあねー。